考えるよな。僕も前も変えたけど、もう変わるかな。あれピッチャー左ばっかになってしまうな。うん、そうなんだよな。真剣に考えちゃうあたりがなんか、まあ、一応考えちゃうよね。差がですよね。まあ、そうそうそう。ごめんなさいな、これ NG だね、これ。NG ですか。いや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 、ごめんなさい、あ、誰入れてるか NG じゃん、よくわかんないです。いやもう、よっしゃ、これでいこう。じゃあ、僕からいきます。はい、ですね、そうですね、まあポジション考えたときに、まずセカンドに、まあ、山田か、今だったら売り出し中、牧とかねかな。でも山田も去年も、オリンピックも行ってるしね、なんかやっぱり足もあるんでパンチ力もあって一番いいかなという。で2番に DH で大谷ね、なんとなく2番大谷いたら強いよなっていうムードが出ますよね。以下はね、やっぱりレフト、まあ、吉田くんかな。吉田くんやっぱりね、もうやっぱりヒットメーカーなんでパンチ力もあるんだけど、やっぱり今一番ね、この数年で一番打率もいいから、やっぱりこの辺りは上位で出てほしいなって。でまあ、4番は敬意を表して鈴木誠也ですね。そして5番に村上で、6番はファーストに、まあ、浅村とか山川とか考えたんですけど、まあ、浅村結構ね、こうジャパン関係、侍関係よく出てるし、国際大会も慣れてるかなと。で7番、まあ、ちょっとセンターに入ってもらって柳田で、キャッチャーは、まあ、中村か甲斐か、ショートで源田かな。やっぱりピッチャーはね、今年非常に調子のいいダルビッシュを先発に行ってもらって、山本由伸とかもね見てみたいし、千賀とかもねやっぱり抑えとか投げてもらったら、なんかそこそこ投手陣いけんちゃうかななんて思ってますけど。難しい難しい。え、俺前変えた時確かに4番大谷にしてたと思うんですよね。2番の方がインパクトが、うん、なんか早めに見たいなっていう。左投用員とか、いや、やっぱり1人入れたいですね。あとユーティリティで使えるっていう意味で、だ例えば周東君とかもね、今年非常に頑張ってたし、やっぱりここ一番もし競った時にね、1点差ゲームになった時に、やっぱりああいう選手、しかもどこでも守れるしね、やっぱり一人は入れたいな。じゃあ勝手です。うん、センター丸、はい、で2番が DH で大谷、はい、ピッチャーやってもいいんですけど、はい、まあ、一応ピッチャーダルビッシュ、今年15勝してるので、うん、相性がいいかなと。で3番には鈴木誠也君に入ってもらって、で4番は村上、はい、まあ、日本を代表するバッターとして頑張ってもらいたい、うん。でファーストなんですけど、山川、うん、ちょっと、まあ、あんまり経験ないと思うんですけど、やっぱりホームラン魅力なんで、はい、で三振してもあんまりこう気にしない。だそれがなんか逆にああいう大会でいいのかなと、はい、もうそれで山川君にして、セカンド山田、これ経験があって、はい、まあ、足も使えるし、ここからでもチャンスがあった時に走るということを含めて、うん、7番レフト吉田、うん、まあ、ここでまた2番目のクリーンアップというふうに考えてもらえれば、かなり打線なんじゃないかなと、うん、はい、で8番にショート坂本、うん、やっぱり守備というのはやっぱりかなりいいのと、ただその状況判断でバッティングできるというところでは、使ってみたいなと思います、はい。でキャッチャーはちょっと打力をまず重視すると森かなと、うんうん、そうですね、まあ、経験はないんですけど、はい、やっぱり打ち方魅力があって、でまたまああいう大会になったら逆に軽打もできるんじゃないかなと、今は引っ張りが目立ってはいるんですけど、うん、逆に軽打できるんじゃないかなというふうに思って森にして、ピッチャーはダルビッシュと2枚看板、うん、抑えにはダルビッシュもやってもらいたいし、今大勢がどうかなと、はいはい、ボールがどこまで通用するかと、うん、あれぐらいのスピードは向こうでは当たり前のように思ってると思うんですけど、シュート回転はなかなかないと思うので、うん、まあ、使えるんじゃないかなと思ってこのメンバーにしました。もう非常に打ちそう、思いっきり打つメンバー言ってみましたけどね。、ええ、はい、じゃあ岩瀬さんの。ただ単に打力のみ、うん、1番山田、2番吉田、3番大谷、4番鈴木、5番村上、6番坂本、7番近藤、8番山川、9番森で、うん、結構打力、もう打力ですね、うん、もうなんかファン目線としてこう、うん、やっぱり日本ってスモール野球って言われるじゃないですか、逆に大味な野球を見たいっていう願望ですね。ただ実際勝てるかどうかはまた別物ですけど、見たいのはこういうのが見たいなって。これだと点取るかクローザーいらないかもしれない。いや点取るか抑えられるか、どっちかです。あ、そうだよね、はい、10いくつ三振取られてでも魅力あるね、それもね、楽しみに、うん、楽しみ。山本由伸、うん、まあ、でも見てみたいよね、やっぱり由伸がね、うん、これだけ日本じゃ無双状態だからな、はい、やっぱりすごい人気あるからね、向こうでも、ね、まあ日本にいる日本球界ではナンバーワンですよね、彼がナンバーワンです、ね、
キャッチャー何出してもいいですよ、あんなキャッチャーなんか考えてサイン出してるように見えるけど何出しても大丈夫本当あんまり首振らないよね、結果変わらへんから、うん、村上攻略の策は岩瀬さんだったらもう徹底的にインサイドのシュート投げますね、多分シュートシュートシュート、インサイドのシュートボールってやっぱり岩瀬ぐらいの球だったら左バッター誰も、まあ、正直誰も打てないんですよ、シンクってもキャッチャーでもそのサイン、それが多くなると思います、よっぽど体開いてきて狙ってるなやべえかなと思ったらとりあえず意識させないといけないですから、いいバッターにはできれば正直なことで勝負球に使いたいですけどね、うん、あのそれでインサイド、まあ、バーンって振ってもファーストゴロとかセカンドゴロになってボールがシュートボールって結構ボール上がりにくいんですよ、つまりスライダーとかちょっと抜けたって言うと前でポーンって当たられた時にこうボールが上がりやすい球なんで、もちろんいいスライダー投げるの分かってるんだけどちょっと投げミスした時にちょっと怖いかなって、シュートの方が怖くないかな、まあ、正直その2種類をどっちから行くかだけです、その時の雰囲気でまあ入り方一つですね、もうそうそう、どっちかなんだけど、なんかあのまあまあ早めにシュート行く、まあ、行くんじゃない、どっちにしてもだから逆に言ったらスライダーを続けることはないですよね多分、うん、まあもう本当にボールで振ってくれっていうのはあるかもしれないですけど、取りに行く、取りに行くスライダーは危ないよね、だから取りに行くならインコースのシュートになるから、やっぱりカウント稼ぐ上で早めにインコースから行きたい、外はなるべくボールでいいよっていう時に使いたいなりますね、まあ、あとはまあシュートもコントロールミスで真ん中行くことあるじゃないって言ったら、まあその通りなんですけどね、だから比較的どっちの方が危ないかっていうふうに考えて、詰まるだろうね、はい、そんなにでも左ピッチャーでやっぱりここにねバンバンシュート投げれるピッチャーってあんまいないんですよ、いない、ね、今いないです、うん、今いないね、そういうなんか苦手なバッターとかいたの、あのですね、このバッターいたと思うんですけど、それを現役の時に思ったら終わるんですよ、うん、対戦できなくなっちゃうんで、だから全くそういうのを考えないようにやってきて、へえ、あ、そういうもんなんだ、はい、今から思って対戦成績が悪かったけどもその時実は大して思ってなかったっていう感じですか、思ってなかったっていう、だから意外と結果的に打った人いるの、結果的に村田とか意外と苦あの結果的に打たれてるし、あ、そうで、はい、あのドアスイング苦手なんですよ、どっちかというとなんか詰まりそうやけど なんかあっどっちかというと緩い球をガーンっていきそうなイメージあるよね、はあ、僕の感覚で、それが意外とドアスイングの右バッターが苦手だったって、結果打たれるんだ、外目を打たれるってこと、外目をちょうどタイミングがまっすぐなんだけど合っちゃうみたいな、まあ、抑えだからインコースばっかりで行きにくいもんね、はあ、やっぱりね、やっぱり外中心だった時に安全にっていう時に合いやすい、ああそういうことか、まあなるほどな、逆に長距離砲のが好きでした、だってポイント前に置いてくれるんで、ポイント前に置いてくれるバッターの方のが結局インサイドのスライダーの接点がないんで、うん、前だからね、はい、こっちから前で捉えたらファールになるし、うん、詰まったらボテボテかスタンドまでいかないっていう、岩瀬のボールってこうスライドしてくるわけやんか、で曲がるってことは左普通の左ピッチャーよりもっとこう一塁側からボールが来るんですよ、ならこう斜めで来た球をこの方向に打とうと思ったらバットってこう出さないと、意味わかります、あの向こうから来てるものをこう打ったらこっち打ったらファールじゃない、だから当たってもファールだなっていう感じで投げてくるし、ちょっと低めにいったら空振りだし、でこれを中に入れようと思ったらこれこう打たないといけないよね、内側から、そんな詰まるの要はね、だからその接点があまりないっていう、だからあんまり怖くなかったっていうんですけど、加藤さんいらっしゃったんですか、いやあんまりいなかった、みんな打たれてるんであんまり考えずに、まあ、考えたらやっぱいけなくなる、まあそうですね、ただよく打ってたのは今の藤本監督はよく打たれた記憶が残ってます、はい、タイミング変えてもなんかピチーンとあって何やってもダメだなって、まあ、ヒットなら OK かみたいな、そうなんですか、うん、タイミング合うんか、タイミング変えたことも気づかなかったかもしれないタイミング合ってました、逆にルーキーとか嫌でしたね、知らないバッターが、へー、何考え何振ってくるんだろうみたいなとこあって、な対戦してるバッターの方がやりやすかったですね、シーズンを戦うのと短期決戦だとキャッチャーってどっちの方が難しい、ね、配球というよりはやっぱりピッチャーのとのコミュニケーションを短期間で取って、まあ、このバッター例えばやっぱり変化球の方が弱いよねとか、初球の変化球見逃す可能性高いよねとか思った時にどの変化球ならストライク取れるかなとかっていうのをこうピッチャーとまあストライクどうやって取れるとか、そういう打ち合わせしなきゃいけない時に、まあ、そのコミュニケーション能力っていうのがすごい大切なんで、シーズン中よりはもちろんこの WBC みたいなのがプレッシャーかかります、一発勝負なんで、知らない選手も多いじゃないですか、うん、そういう時にその配球ってどんな考え方、だから、まあ、全然情報がなかったら基本のベースで自分どんなバッターが来てもいわゆる自分本位っていうのかな、あのピッチャー中心のピッチングをしたいっていうピッチャーもいれば、相手の弱点を突きたいっていうピッチャーあるんですよ、
例えばダルビッシュなんていうのはいろんな球いい球持ってるんだけど自分もいい球投げれるから相手の逆をつきたいタイプなんですよ。相手がまっすぐ狙ってたら変化球で俺はいけるよと、スライダーも狙われてもカーブもいけるよっていうそういうタイプなんで、そことはそういう打ち合わせがしてた方がいい。大事なところでね、俺のまっすぐ打ったらしょうがないよとか、俺のフォークボールやっぱりどんどんいくよとかっていうショートイニングのピッチャーとかそういうピッチャーも多いんで、なんしょうがないよねって、やっぱりお前の得意な球いって打たれたらそうしょうがないもんって思って やるそこの一種の疎通も必要なんですよ。一回勝負だから、まあ、データは ある程度の選手のデータは取れるんですよ。で映像も来るんでその辺は研究していけばある程度、まあ、答えは出てくるんじゃないかと思うんですけど。小橋さんは北京オリンピックめちゃくちゃ投げてましたよ。めちゃくちゃ投げてめちゃくちゃ打たれましたけど、まあ、あの時は正直調子良くなかったんであれなんですけど、まあ本当にね、短期決戦っていうのは言い方悪いですけど調子のいい人間だけを使っていかないといけないっていう、やっぱりどんだけ実績あってもミスしてしまっただとか調子良くないだとかが分かった時点でなるべくそう負担のないところに持っていかないといけないんじゃないかなっていうのはすごくね感じますね。だから北京オリンピックの時やったかな、川上健志がなよくあっち行ったりこっち行ったり先発やったり抑えやったり、はい、でもあれも多分星野監督やからやりやすかったと思うよ健志って言って星野さんはやりやすいですけど健志はやりにくかった確かにそうだよね、はい、だから先発完投型のピッチャーは減ると思います。それは間違いないです。あとは両方いけますよっていう香取さんみたいな人に来てもらわないとコーチやっても大変、そんな感じですよね。そうです、はい、ほんまに選抜ばっかりずっとしてるやつほんま嫌なんだよ。じゃあ6回から行くよって言うとそいつちょっと無理ですとかなっちゃうわけ。やっぱ準備期間のオープン戦とかでやっとかなきゃダメですね。もう決めてあげたらどこでもいいから俺はやるよって言うとっていうやつじゃないとちょっとやっぱり乗り切れないことありますよね。でもそんな後ろに投げてるとそれは俺も知らなかった。いやでも香取さんとか こっち側なんか結構グーッと入ってくるからこの辺投げてんだなっていうのは。だから小細工で本当のコントロールつかないですよね。キャッチボールでパンッ取ってすぐ投げろって、うん、こいつ一緒です。でここでかイメージはね、はい、これがここじゃないんだ。ここでこう投げるんじゃなくてここでこう体回ってるからグローブの閉じ方もある。そうだからそれで力が入るとか閉じた人はこっちにするんだよね。このこれをこうやりたい。これ掴む。だから加藤さんそんなあんまりこうのイメージがないで掴んでやっぱりあるんですか。あるんですか。色は何かこだわりですか。色はだからこれ癖が一番見つからないのが黒。そう俺もその意見は。だから黒以外使ったことない言えるとしたらこっちのこの辺とかの角度。じゃあ必ず長袖アンダーシャツですか。昔はそうです。昔は、はい、晩年は変わったけど晩年もう暑いから暑いから一緒ほとんど一緒だな。もういいよ癖ぐらい分かったどうせ打たれんだから